太宰治作『朝』『原きよ』私は遊ぶことが何よりも好きなので家で仕事をしていながらもともあり遠方より来たるのをいつもひそかに心待ちにしている状態で玄関がガラッと開くと眉をひそめ口を歪めてけれども実は胸を躍らせ 書きかけの原稿用紙を早速取り片付けてその客を迎えるあこれはお仕事中ですねいや何そうしてその客と一緒に遊びに出るけれどもそれではいつまでも何も仕事ができないので某所に秘密の仕事部屋を設けることにしたのであるそれはどこにあるのか うちのものにも知らせていない。な毎朝9時ごろ、私はうちの者のに弁当を作らせ、それを持ってその仕事部屋に出勤する。さすがにその秘密の仕事部屋には訪れてくる人もないので、私の仕事も大抵予定通りに進行する。しかし、午後の3時ごろになると、疲れても苦るしい、人が恋しくもなるし。 遊びたくなって、頃合いのところで仕事を切り上げ、家へ帰る。帰る途中でおでん屋などに引っかかって、深夜の帰宅になることもある。仕事部屋。しかしその部屋は、女の人の部屋なのである。その若い女の人が、朝早く日本橋のある銀行に出勤する。 その後に私が行って、そうして四五時間そこで仕事をして、女の人が銀行から帰ってくる前に退出する。愛人とかなんとか、そんなものではない。私がその人のお母さんを知っていて、そうしてそのお母さんは、ある事情でその娘さんと別れ別れになって、今は東北の方で暮らしているのである。 そうして時たま私に手紙をよこして、その娘の縁談について私の意見を求めたりなどして、私もその候補者の青年と会い、あれならいいお婿さんでしょう。賛成です。なんて、人角の苦労人の言いそうなことを書いて送ってやったこともあった。しかし今では、そのお母さんよりも娘さんの方が、 余計に私を信頼しているように、どうもそうらしく私には思われてきた。菊ちゃん、この間、あなたの未来の旦那さんに会ったよ。そう。どうでした少し刻ね。そうでしょまあ、でもあんなところさ。そりゃもう、僕に比べたら、どんな男でもアホらしく見